7段目を編んでいきます。7段目は、4目減らして36目を32目にしていきます。まず6目目まで普通に編んでいきます。ですね、立ち上がりの1目をして最初の目に細編みを12 3 45 6、そうしたら7目目と8目目で減らし目をします。どうやるかというと、入れて引っ掛けて引いて、ここでこのまままた次の目に行きます。で、3つかかったところで全部引き抜きます。これが7、8で、9は普通に編みます。次10と11で同じように減らし目します。で、引っ掛けて全部で12、12、13、14、15、16、17、18、で、19、20、24目まで普通に編んでいきますね。20までいったので21 22 23 24、そしたら25、26で減らし目をします。一回引いてこのままもう隣の次の目に行って3つかかった状態で全部引き抜きます。なんだっけ、25、26で、27は普通に細編み、28、29で減らし目、28、29、こんな感じかな。で、30、31、32、33、34、35、36までいったら、引き抜き編みをします。最初の細編みですね。
で引き抜きます。ピッと、これで7段目ができました。32目になりました。で次は、8段目に行きます。8段目は、32目だったのをまた同じように4つ減らして28目にしていきます。立ち上がりの1目で、この根元に細編みを1目1で、次はですね5目目まで普通に編んでいきます。1、2、3、4、5、そしたら6、7で、減らし目をします。で6で7全部引き抜きます。で8で9、10で減らし目をします。9、10、11目目から22目まで編んでいきます。11、21、22、そしたら次の23、24で減らし目をします。23、24で全部引き抜いて、25は普通に編みます。で26、27で減らし目、26、27、28から最後の32まで編んでいきます。32までいったら最初の目で引き抜き編みをします。ここですね。はい、これで8段目が終わりました。28目になりました。はい、9段目は5と6で減らし目をするので4目目まで普通に編んでいきます。1、2、3、4、5、6で減らし目をします。5、6、7は普通に編みます。7、8、9で減らし目をします。で10から19まで編んでいきます。18、19、19まで編んだら次20、21で減らし目をします。
20、21、22は普通に編んで、23、24で減らし目をします。23、24で25、26、27、28まで編んだら最初の細編みに引き抜きをします。はい、これで9段目ができました。24目になったところです。だんだんハートの形になってきましたね。じゃあ次は10段目に行きます。10段目は、10段目も同じように4目減らすので全部で今24目なんですが20目になる予定です。4、5で減らし目をしていくので3まで普通に編みます。まず立ち上がりの1目、根元に1、2、3、そしたら4、5で減らし目をしていきます。4、5で減らし目、6は普通に編んで、次7、8、7、8で減らし目、で9から16まで普通に編んでいきます。14、15、16、17、18で減らし目をします。17、18減らし目、19は普通に編みます。で20、21で減らし目、20、21ですね。で22、23、24で引き抜き編みを最初の細編みで引き抜きます。よいしょ。そしたらこのあたりで綿を入れていきます。と糸が出てると思うんですけどこれ中入れちゃってください。はい、でここに片方ずつ綿を詰めていってください。よいしょ、左で右、よいしょよいしょ、ちょっと多かった、少しずつで形を見ながら入れていきます。まずこの辺で
はい、で10段目まで編んだので次11段目を編んでいきます。11段目も同じように4目減らし目をしますので今20目あるので16目になります。1目で根元に1、2目普通に編んで次は3、4で引き抜き編み、減らし目をします。3、4で減らし目で5は普通に編んで6、7で減らし目で8から13まで編みます。12、13、そしたら14、15で減らし目14、15、16は普通に編んで17、18で減らし目をします。18で19、20まで編んだら最初の細編みで引き抜きします。これで11段目編めました。次12段目も4目を減らしていきますので12目になります。今これ16目なので、まず立ち上がりの1目で細編みを1回、そしたらもうすぐですね、2と3で引き抜き、じゃあ減らし目2、3で4は普通に編んで、もう一回4で5、6で減らし目5、6、で7、8、9、10まで普通に編みます。7、8、9、10、11、12で減らし目11、12、13は普通に編んで14、15で減らし目で16は普通に編みます。16まで編んだら最初の細編みで引き抜きま す, です、ね、これで12段目12目が完成しました。この辺でもう一回綿を詰めます。よいしょよいしょ、次13段目
13段目はこれも4名減らすので、12名が8名になります。よいしょ。立ち上がりの1名で、もういきなり減らし目をします。1、2で、次は普通に編みます。3で、次減らし目1、2で、次は普通に編みます。1回、次は減らし目次は1回で、また減らし目1で、最後に1回普通に細編みをして、最初の目に引き抜きます。これで13段目ができました。ここに今8名見えない、ピントが合わない、8名あります。で、これをまた4名減らします。立ち上がり1名で、同じように1、2で減らし目をします。そしたら次は普通に編みます。で、次は減らし目1、2、次は普通に編みます。で、最後減らし目、きついけど、はい、で、最初の細編みで、引き抜きます。そしたら糸を切っちゃいます。チキン、キュ、じゃん。形を整えたらハートができました。で、とじ針を使って糸処理をしていきます。はい、こうなっているので、もう最後は絞ったら人に刺して、玉止めをします。玉止めをしたら、この刺さってたところにまた刺します。するとスポン隠れるので、整えて、で、こっち側を切っちゃいます。
ちょっとほにゃほにゃってすると消えていきます。で最後にここがちょっと間が空いてしまっているので、この糸で間を埋めます。閉じます。感じかな。はい、この糸はさっきみたいに糸処理をしてもいいし、こうやって残しておいて、オーナメントにして吊るすのに使ったり、キーホルダーにしたり、自由にするといいと思います。で、同じように作ってもこれ糸が違うのでちょっとちっちゃくなったり、いろんな色でいろんな大きさのハートができると思います。これちょっと細い糸で編むとこんなサイズになりました。作ってみてください。バイバイ。